うーし、再開していくぜ。さて、今回は前回から引き続いてでございますが、ソルグランドの探索に行こうかなと思っております。いろいろコメントからのアドバイスもあり後回しにしておりましたが、まあもういいじゃろうということで、ザクッと探索してまいります。そういえばここまだ行ってなかったな。魔術師の鍵、ほんでクートリム愚者、あー、またなんか同じような大将愚者、ゼクの取り分、ダクの取り分、神官の鍵、欲望は全てを失わせる、だが欲望あってこそ全てが得る、王の鍵、命が惜しくばこの先入ることなかれ。なんか隠しがありそうな雰囲気だわ。あ、ルー。おや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 、わーわーわー、やばいやばい、死ねる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 、これわー、スミスハンマー強いんか。スミスハンマー炎打撃。ちょうどここに良さそうだな、炎打撃だと。なるほど。戻るのも大変だ、これ。わー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 。さーて、ここ彼の鍵。あー、鍵足りないのか、まだ。彼の鍵か。なるほど。手に入れたらまたここ戻ってこんテンションでいかんな。さっき一応端末の場所登録はしたんで、一応戻ってこれるが。んーだば、他探索しまーす。さーて、こいつだな。白竜、アールジェント。ソルグランド不毛の地に変えた張本人である。氷、即死か。即死耐性ないとダメか。ちょっとじゃあ装備考えるか。よーし、いっとやってみるかい。さーて、白竜アルジェント。全員が特殊技能シェルターを覚えた。なんかあれだな、コメントでなんかこれで覚えられる特殊能力を使いまくるとなんかいいことがあるみたいなアドバイスをいただいたんですが、恐るべき竜の息からの避難。最低でも2メートルは、これ。それ盗む。シェルタってる。シェルタってみるよ、とりあえず。シェルター掘った。1メートル。2メートル掘ればいいの？隙ができている。大きく息を吸った？やばいんじゃねえか。わかんないよ。とりあえずシェルター。4メートル、5メートル。成功した、成功した。あー！掘ったシェルター、なるほど。じゃあシェルターを定期的に掘ってやないといかんのか、これ。通常打撃には効果ない。2メートル以上は掘れるみたいなこと言ってたけど。バイオレットスカイ！うわ、毒か！どうしようかな、ちょっと待って、それ回復して、サウザンドベインでこうワンチャンなんか状態異常を狙えないか説。当たらんのかい。弱くなった！いや、状態異常低下とかしてくる。今盗めた、私。盗めましたかね。状態じゃならんか。あー、痛いー、痛いー。ワンチャン何か狙えへんか。うわー、息を吸い込んだ。これやばい。シェルター、シェルター、シェルター、シェルター。何メートル掘ったらいいんかな、わからんけど。これ7メートル。待機待機、成功。成功しないとどうなるんだろうか。そこがやばそうな雰囲気を感じるが。で、毒直した方がいいな、これ。自分で毒直してもらおう。毒、毒、毒。これか。シェルターに通常攻撃。冬の訪れ。これ状態異常低下か。で、シェルター通常攻撃。
意外と眠る、眠らせられる。勝ったか、これは勝ったか。でヒーリングかけて、全然盗めへんな。盗む、シェルター、ヒーリング、今のうちに回復して。盗む、じゃあシェルター連打してってみようか、ちょっと。目を覚ましたー。あ、意外とすぐ目覚ましちゃうね。眠れ。アバ、アバ、アバ。シェルター、眠れ。ダイヤモンドコッピン。娘、シェルター、眠れ。さすがに耐性がそこそこある感じかな。なぎ払った。ぼちぼちヒットポイントまずいか。まだいけるか。よし、盗めた。よし、これでもう。うわ、特殊能力が封じ込められた。封印。封印とな。やば。封印状態回復が2個しかない。これ、封印状態が2個しかないじょ。これまずい。あー、シェルターも使えなくなったやつ。これまずい。とはいえ使わざるを得んか。白木、3回だけ風のせいに全員の体力を癒してもらうとか、これ。白木風のベーゼとか使う？使うか？使ってももういいんじゃないか。一旦回復するか。やむなし。回復。シェルター。眠らせろ。よし、眠った。これどれぐらい掘りゃいいんだろうな。わからんけど。シェルター、シェルター。つって、あなたは自分で自分回復。16、すぐ目覚ますやん。割かし。眠らせろ。眠らせろ。よし、眠らせた。20メートル。ヒーリングで回復し、21メートル、22メートル、23メートル、24メートル。深すぎない？いくらなんでも、いくらなんでも深すぎない？それ。あー、封印、封印困るよ、それ。やば。封印回復する手段がねえな、これ。封印回復する手段がねえな。これは困った。これは困った。封印ってそのうち自動で解除されるもんかね。で、殴りに行ってみる。うわ、麻痺も飛んでくる。さすがに麻痺は治そう。よし、眠らせたが。これそのうち封印って解除されないものですかね。封印は振り払ったみたいな感じ。解けた。よし。27メートル。それもう一回眠らせられんか。また封印来ちゃった。これ意外と掘れてるけど。眠らせろ、眠らせろ。29メートル。これで30メートルか。眠らせろ、眠らせろ。30メートル。眠らせろ、眠らせろ。意外と眠らんな。うわー、毒。ヒットポイントやば。
ヒットポイントやば、これ超回復薬使わざるを得んか。掘って超回復薬32メートル、ちょっと毒回復、眠らせろ。あー封印やめろ、ほんまにそれ。やっぱ回復薬全然ないじゃんこれ。回復薬の補充してくるの忘れた。33メートル、かなり掘れてるけど、もうただの薬草を使わざるを得ん。34メートル、鳥どんだけ掘ってんだっていうぐらい掘ってるけども、眠らせろ。35メートル、一番よろめいちゃいけない人よろめいたけど、んーもうニッチもサッチもいかも、これ。36メートル、どんだけ掘らせるんだ。37メートル、眠らせろ本当に。38メートル、正常に戻ったが、やばい、回復アイテムがない。シェルター全然眠らへんし、回復薬投げてシェルター攻撃。41メートル、地中にバンダナ発見。お、なんかアイテム、なんかアイテムで、こういうことを掘っていくとなんかいいものが手に入るかもしれんよっていう、そういうことなのかこれ。地中にバンダナ発見、どういうこと。地中に、お、なんかいろいろ手に入ったが、そういうこと。掘れば掘るほど何かいいものが手に入るかもしれない、そういうこと。戦闘中に焚くと全滅しても館のベッドに復帰。これ体得？ゲームオーバーにならないってことでしょ、詰まるところ。焚いといてもいいなこれな。ちょっと体勢をもう一回立て直してやり直すという手もあるが、ちょっととりあえず麻痺を回復。眠らせろー、これ。意外と眠らない。シェルターってみようか、これ。意外と、取れないことも割かし多い感じだな。眠らせられればいいんだが。アブソリュートゼロー、封印来たー。封印来るとかなりきつい。そして全然眠らないし、封印を振り払え。よし、眠らせた。ようやく眠らせたか。バンダナ発見。いや、バンダナばっかり。どんだけここの地にはバンダナが落っこちてるんですかっていう話ですけれども、封印状態だと何もできんわこれ。48メートル、すごいことになってるよこれ。とんでもない深さだよこれ。バンダナ、あー、それぐらいなのか。なんかすごいレアがそのうち出てくる可能性はあるよなこれ。バンダナ、あ、この二つはいい。他のパターンないのかな。他のパターンねえのか。なんか来ても良さそうなんだが。
エッチな方を発見。え、この人が隠してたんです？エッチな本。この人がエッチな本隠してたんですか？これ。目覚ました。眠らせた。やった、勝ったぜ。ものすごいこれ。ものすごい掘ってるけど。もっとエッチな本手に入らんか、これ。もっとエッチな本手に入らんか、これ。これもう穴、シェルターってレベルじゃねえぞ、76メートル、77メートルって。こんだけシェルター掘ってたらもうもはやさ、こんだけシェルター掘ったらもはや敵からの攻撃食らわないと思うんだが、そこのとこどうなんでしょうか。100メートルも下にいるんですよ、だって私たち。いや、封じられた。もう攻めるか。エッチな本が手に入るっていうことだった可能性はある。攻めに転じますか、これ。いい加減攻めに転じますか、これ。ヒットポイントはどれぐらい？あー、麻痺はまずい。麻痺はまずい。状態上回復、ちょっと、これ買ってこんとあかんな、これ。本格的に。バイオレットスカイってこれ超痛すぎる。バイオレットスカイだけちょっと異様に痛すぎる。ふう、こりゃまずい。殴って超回復薬とか、いや普通の回復薬。攻撃。うわ、眠らせた。ふぅ、眠らせたんだったらちょっと一旦回復タイムにするか。封印解除されろ、これ。よし。毒になってんの、君。いつの間にやら毒になってる。攻めろ、攻めろ、攻めろ。他の状態以上にはならん感じなのかね、これ。ここまで来てただの薬草で攻めているっていうのはかなり。辛い現実。よし、眠らせた。眠らせたらちょっとシェルター掘ってみるか。せっかくだし。シェルター、シェルター。特に。シェルター、バンダナ。もっと、これ、エッチな本、100冊ぐらい手に入らへんかな、これ。そんなに手に入れて何に使うんだっていう話なんだけど、意外と手に入らないね。もう90メートルなんですけれども、深さ。深さ90メートルなんですけれども、ファイヤーブレス。眠らせた。眠ってる。あんだけ打撃したのに眠ってる。シェルター、シェルター。シェルター。エッチな本やった！ 2 冊目。もう十分か、これ。もう2冊も手に入ったら十分か、これ。エッチな本。そんな気はしてきたな。目覚ました。ファイヤーブレスと打っていこうか。ファイヤーブレス。攻めろ、攻めろ、攻めろ。ヒット、よし、倒した。ふぅ、レベルモーがマックスになりました。パラダイムウェッジゲッツ。やった、長期戦だった。しかし、神秘のベール、リュウソファーブニル、フォーススター、リュウソファーブニルはこれあれなんじゃないか？ドラゴン特攻なんじゃねえか？どんな鱗でもやすやすと貫き通す妖手あり、こりゃいいものだ。
バリフッさんあたりに装備させとくか、これ。こりゃいいものだ。うん。ということで、無事、倒せた。これであれだな、一通り探索できたと思うんだよな。ちょっと一旦テレポで戻ってみるか。あと何が取れてないのよっていう。あと何が取れてないのよっていうね。1,2,3,4,5。でもあれか、あとなんか彼の鍵が必要な場所あったからそこかな。あ、ソルグランド制覇完了。あ、あれ制覇完了になってる。彼の鍵を使った先には何もないっていうことか。じゃあもう満を持してここか。天帝行く？天帝ドラゴンの隅かな。だいたい行った感。いや、今回あれだな、ちょっとあそこまで長期戦になるとは思わず、あそこまで長期戦になるとは思わず、あの一戦でもはや終わってしまった感、あるな。エッチな本いっぱい手に入ったけど、このエッチな本って何に使うんですかね？なんか、3枚、3個あるけど、なんか特殊能力あるのかな？ちょっとわからんが、あとアイテム補充しなきゃいかんな、これ。アイテム補充させてくれ。回復薬全然なかった。99買ってこ。で、回復薬も買って、封印全然なかった。40個くらい買っとこう。これの状態以上も買っといた方がいいな。40個とかあれば、まあしばらく持つじゃろ。うん。よし。ちなみに、技能習得で今私何個持ってるんでしたっけ？この先のインフェルノとか取る必要あるかな？なさそう、もはやなさそうなんよな。これちなみになんだ。え？パラダイムウェッジが2個砕けた。あ？お？お？なるほど、あと4個か？パラダイムウェッジあと4個あったら、なんか、でもあの先なんもないけどな。何があるんじゃろうか。わかれへんけど。調理とかね。調理。覚えられるな、調理。2個あるから、あ、メガクラッシュっての覚えられるんだな。メガクラッシュね。打撃系要素がある武器での必殺技、攻撃力に依存。こういうのさ、どうなんだろうな。でも RPG スクールの昔の作品って確かスキルに属性乗るんでしたっけ？乗らないんでしたっけ？弱点属性ついてたら、普通に武器で素殴りした方が強い説あるか？強い説あるか？一旦保留にしておくか。いやーはやー、無事でもまあ、あそこも攻略、ソルグランドも攻略できたから、次回は我ら無敵なりとか言うとるドラゴン様を倒しに行きますかね。はい、ということで今回はこの辺にしておきたいと思います。また次回、次のパートでお会いしましょう。またねー。